こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。最近ですね、若い時の写真を見たんですよ、自分の。で、自分の最近の写真とか、まあ、動画を見たんですよ。なんか老けてるんですよ。こう、違いを見比べたら、肩が全然違うんですよ。ここ。この首のこの辺。ちょっと盛り上がって、首は短くというか。首が短いというか、若い時は、なんかこう、ピーンってなってたのな。はいはい。キンって。うんうん、でも今なんか、こう、まるっとボコっと、なんかこう、境目がないような感じ。はいはい。あ、これが、めちゃめちゃ老けて見えるんだな。後ろ姿とかもそういう印象になりますね。後ろ姿若い人ってやっぱさ、首と肩がカッキンってなってる。確かに。カッキンってならないと、はい、あのやっぱ老けて見えない。あ、なんかすっきり首、すっきり首、すっきり肩になりたいなって思った。はい。で、おそらく視聴者さんもそういう方多いんじゃないかと思う、うん、なので今日はですね、すっきり首、すっきり肩を手に入れられる方法をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではですね、こうやって、まあなんか、椅子に座ってもできるし、地面だと、膝立ちぐらいじゃないとできないかな。まあそうですね。うん、はい。こう落とすから。はい。まずですね、肩を掴みます。ぐにゅっと。で、掴んだ方の肩を落とす。はい。このまま手首を、こうやってブルン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 、こうやってやるだけです。これ30秒いきます。はい。よーい、スタート。ブルンブルンブルンって。ほうほうほう。手首をクリックリックリって。この肩をずっとかけてくると掴んだままですね。掴んだまま。はい。クリン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 。確かにここ上がってるもんね、なんか気づけば。そうなんだよね、はい、皆さんこう下げてますか。下げれば下げるほどこの掴んでる肩が、うん、わー痛いっていう感じになると思うんで、うんうん、この下げが弱いとあんまり痛くなくて、うん、グーッと下げると結構引っ張られるような。確かに意識的にこう下げる。下げる。そうです。ブランブランブラン。はい、 OK です。はい、はい、そしたらまたグッと掴んで、はい、また肩をもう下げれると思い、下げたら、はい、手をこうブランブランブランとこの前後でやります。はい、はい、こんな感じで30秒いきます。はい、よーい、スタート。人生、僕は今36年生きてきましたが、うん、こういう動きをしたのは初です。そうだね、はい、俺も初だね。まあ、僧帽筋のこれは緊張をとってるわけですね。そうですね、はい、やっぱ肩をグッと知らない間に力入れてあげてるんだ。ゴルフやるときとか感じるんだ。あ、グッと上げてるなって。はい、納豆かき混ぜると結構ここ上がってるんですよ。あ、分かる気がするそれ。そう、上がっちゃうよね。上がってるんですよ。はい、 OK です。はい、どうですかね。これ今どう下がってる。下がってますよ。下がってる。僕どうですか。下がってる。下がってる。下がってますか。うん、今やった方多分ぐんと下がってると思う。うん、これも逆側もいきます。はい、こっち掴んで肩下げてたらこうブランブランブラン。30秒いきます。よーい、スタート。俺こっちだわ。俺こっちだわ、ほんとこっちやばいもん。なんか確かになんかそうすると僕もこっちのがなんかちょっと肩も掴みづらいですね。ね、はい、もうなんか掴んでる面積が広いもん。多分詰まってんだ。ああ、そういうことですね。そう、手首をブランブランブラン。腕の振りもこっちの方が鈍い気がする。肩下にグッと下げて。いや、これいいわ、すごい。これ肩こり、首こりにももちろんいいですから、ね、もちろん姿勢いい。ここの血流悪いと心臓への負担も大きいですから。ああ、確かに。はい、OK です。はい、そしたらまた掴んで、はい、で肩を下ろすと。下、今度は前後に。30秒いきます。よーい、スタート。僧帽筋がめちゃめちゃ動いてる感じが分かりますもん。分かる。はい、なんかほぐれてる感じしますね。するね。はい、だから T シャツ着ると出ますからね。肩出るよね、はい、いや俺もそれはね気になって、顔の老けのせいで老けたんだと思ったんだけど、はいはい、実は肩なんだ。こうなんとなくパーツパーツで見ると老けてはないんだけど、はい、なんとなくこうぼんやりで。そうそう、ぼんやり老けてるんだよね。はい、あれ不思議だよね。こういうところからってことですね。うん、はい、 OK です。はい、おお、いい感じだね。いい感じです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。肩がやっぱ軽いね。軽くなりました。全然違う。顔の位置が後ろに引けた感じあります。確かにね、俺よりも顔小さいもんね。お、いつもさ思うけどさ、俺よりちょっと後ろに座るよね。まあまあ若干、若干っすね、若干ずるくない。いや、やっぱバランスを考えると僕は下がった方が出てきにいいかなと。意外とさ、自分の顔小さく見せようっていつもやってない。写真の時もちょっと後ろに。まあ小さなやっぱ努力は大事だ。確かにそういう地道な努力がね必要だよね。若さを保つにはいろんな努力が必要になるということで、はい、やっぱさっきも言ったように肩が固まってると心臓の負担が結構大きいっていうのもありますし、健康にも良くないし、はい、で見た目もちょっと老けて見えるので、ぜひこういう肩のケアなども続けて美しく健康を保っていきましょう。そしていつまでも美しく綺麗なのと見てください。このようなアピアンス TV では、今も綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を受け入れてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
僕インソール作ろうと思って、うん、これ自分で作ってなんなんですけど、はい、やばいんですよ、すっごいこうやってかかとついたまま座ってくるの骨盤が動いてないと。じゃあこのインソール踏んだ状態で同じように実験してみましょう、はい、骨盤が動くようになれば今の耐えられますか。いきます。すごっ。怖っ。若見えしたい、実際より痩せて見えたいとか、筋肉の活動量めっちゃ増えるっていうデータ取れてて、はい、重心圧もこんなに変わるっていうので、うん、セットで買えば買うほどお安くなる。もちろん一つでいいよっていう方はもう単品でご購入いただいて、2足とか3足とかご購入いただくとさらにお得になりますよっていうインソールです。ぜひ皆さんインソール一度お試しください。